ヘリオスの中の人育成頑張ってんな、に対するみんなの反応。ヘリオスの中の人育成頑張ってんな。普通にガチで草。なんかすごく親近感湧くサポカ編成だわ。ガチたわけ。これでエース作れるってすごいな、確実に自分より上手い。SR で頑張ってて偉い。偉い可愛い。あんなサポカでこの捨て作れるのは普通に上手いわ。俺より育成上手くて草。泣けるわ。青春だったら貫突 SR 福来たるって貫突 SSR レベルのパワーがあるし、他の SR もこぞって有能どころは抑えてる。しかも全部貫突から廃課金デッキとは言わなくてもサポが弱いっていう表現は違和感はあるわね。SR 福来たる、縁がないのか全然引けないんだよな。シナリオリンクだから有用なんだっけ？レスボがないのが弱点だけど、それ以外の練習性能は賢さ SR の中でもトップクラスで下手な SSR よりも上。イベント1段階目でやる気アップ2段階目で確定右回り、ランダムもスキルポイントか体力回復が結構もらえる。シナリオリンクのおかげで初期メンバーを圧縮できることによりチームレベル、トレーニングが上がりやすくなる。まあ自分も貫突できてないから使ったことないんだけどね。下手な SSR。一体何シャカールなんだ？スキルがね。まあチムレ用ならいいんじゃないかな。この評価点にしちゃ弱いサポカ編成だろ。SSR2 種類だけだぞ。賢さは SR と SSR の性能差が小さい傾向にあるからさすがに4枚詰めばカンストは可能。スピードはやや盛りにくいフラッシュを使っている分順当にカンストには及んでない。パワーは因子で振ってやグルーブの補正20あれば積極的に押さなくてもこの数値に届く。北三自前持ちでエース作れるのは別に不思議でもなんでもないけど、これって無課金でも可能な範囲でスキルも持ってるからな。ステータスバランスも最適とまで言わずとも近いし、ハリボテエースじゃないのはすごい。北三さん突所持のあれ、S ランクを一度も作れず、低みの見物。なーに、貫突所持でも A プラスが精一杯の Y がいるからそこまで低みに並んでも A で。仕事してソシャゲして SSR ファイン貫突させたいと嘆く。親近感湧くわ。スピニでパワー S いってるあたりいろいろガチだな。ガチっぽさが出てるのは詰まるところそこだよな。パワー因子盛りや爆発でパワー稼ぐのって馬娘なれたら普通だけど、初心者には絶対できないもんな。SR の顔ぶれもすごい納得感ある。無課金差し育成ででも可能な最適クラスというか。ああ、俺がパワー爆発させても S 届かない理由は因子が原因か。たわけの成長補正がスピ 10% パワー 20% でパワーを伸ばしやすいというのもあるけど、それでもここまで仕上げるのはすごいと思う。自前で北ちゃん貫突あるだけでも十分強いよ。この編成はよくやる。これのドーベルを出すかに、フラッシュをインディに、フレネイチャーを陰謀にして先行育成もよくやる。だいたい賢さ育成で動画上げてるやつの基本構成やね。賢さにファイン貫突入れてたらスピに賢さ3リコちゃん1つまみにできる。無課金時代によくやった編成だわ。パワー因子といい、下手な課金編成よりやり込んでるのが伝わるわ。やっぱ差しでも賢さ大事なんやな、ちょっと真似してみよ。マイル以下は特にスピ賢さ育成が主流だからスピ賢さカンストは当たり前で因子でどれだけパワー漏れるかの世界よ。差し追い込みだとパワーの方が大事といえば大事なんだが、結局一陣スプリントターボ登山か、その他客室ごとの加速スキルの方がステータスのパワーより影響が大きくて、発動率をちょっとでも上げようとすると賢さ育成に落ち着くんだよな。すごいな。スピ賢さ育成がどうも苦手だ。友情と爆発以外は賢さ不無で合ってるのだろうか。同じく苦手。なんかそんなに強さを実感できないのもあってスピパは重視になる。自分も苦手だったけど、イベント用に SSR 福来たるを触れ枠で借りてやってたらいい練習になったぜ。代理がいると体力がそれなりに減っててスピも賢さも上手くなくて、レースやお休みの選択もあんまりって時にお出かけで茶を濁せるので実はスピ賢さ育成と代理はかなり相性良い。意味の薄いターンが発生しづらくなる、と思ってる。1回目の合宿までは青春が多いところ踏んで、
合宿終わってからはパワー爆発以外はスピカシコさ以外踏まないってのを意識したらスピカシコさカンストパワー1000オーバーが結構作れるよ。慣れてくると結構楽しいよ。因子はパワーを多めに積んで、スピ補正が高めなキャラで練習するといいと思う。やっぱ爆心王で練習やな。サポカの凸が進んできたらこれぐらいは作れるようになったがこれ以上は作れる気が全くしない。S プラスとか SS はどうやったら作れるんだろう。雑に考えると3ステカンストで S になる。ここにスキルポイントが2000前後あれば S プラス以上になる。配布だけで SS とかも探せばあるから参考に。強い S プラス作りたいならやっぱりパワー因子厳選やね。自前でパワー級もしくは18用意してパワボ持ちのスピカとかしこさカードで金スキルもろう。ワンチャン地固めの因子つくこと期待して取ってるあたりが期間ある。SR の突重要なんやと再認識させられるね。北さん持ってない、正確に言うと2天井の1突はあるが自分にはスピ2枚編成はよくわからん世界なんだが、スピ2枚ってどういうタイミングでスピード踏むんだ？二人重なるの待ってたら最後まで一回も踏めないとかありそうだが一人でも光ってれば踏むんだろうか。でもそれでスピカンストできる気がしない。一人でも他にトレ効果の高いサポがいれば結構伸びるのでその場合は積極的に踏む。でも二枚でカンストは補正が最低10あるか、カントツ北さんプラス最低でも有能 SR のカントツじゃなければ厳しいし、カンストまで持っていった上で他の捨てを犠牲にしてないとなると、ダブル友情連発のパターンを引くまで相応の試行回数が必要になることは覚悟しておかなくてはならない。トレ効果のルの期待でそこまで伸びるのか。サンクスちょっと参考にしてみる。育成のうまさもあるだろうけど、努力、試行回数がすごそう。このゲームの育成にうまいとかないからね。下手はあるかもだけど。最低限の知識さえあればあとはうんとそれをカバーするくらいの試行回数の勝負になるからな。このターンで最善と思って選んだ選択肢が次のターンで裏目に出ることはままあるからな。そういった意味では正解はないけど間違いはあるから、その間違いを選ばなくなることが育成ベタ脱出のポイントだと思うわ。肝心なのは北さんとドーベルが青春組といい感じに固まることだからうんと試行回数が全てや。育成上手娘。賢さ爆発すると地味にスピード入るから言うほどきつくはないと思う。ファインパワーライス、もしくは他のガチャのパワー SSR 所持せずにスピ賢さ SS プラスパワー S とかできるの？ S ランクでもスピパワー SS プラスタフ S とかならできるけど、スピ賢さ SS プラスパワー A ぐらいにしかならんぞ。女帝みたいにパワー補正 20% のキャラはパワー S までいける。パワー因子は多めに入れる必要はあるけど。賢さカンストは4枚も必要ない。蒸気の編成の賢さサポカを1枚パワーにすればよい。短距離育成は無理でも割と楽に捨てもれる。オグリとカエルの補正なら結構いける。スピに賢さ4で触れから北さん借りて自前は SR のみだけど貫突は必須かな。北さん、ネイチャ貫突で持ってるけど S 到達したことない？シンウララでもアリマ勝てないので、俺ウマ娘下手だわ、楽しいからやるけど。爆心しか貫突持ってない俺が S 量産できるんだし頑張れ。爆心貫突とビコペ3突と陰謀2突とレンタルと SR で短距離育成なら全然勝負できる。長距離は苦しいけどな。S ランクとか相当やり込んでないとできんから仕事で仕方なくプレイしてるわけじゃないな。この人馬以外の仕事もあるだろうに。ほう、友人抜き賢さ4枚編成ですか、大したものですね。サポカパワー云々はともかく、育成が上手いのはわかる。最近パワーの重要性に目覚めた弱々トレだけど育成レースもパワー重視で、特にクラシックでの勝率高くなった気がする。女帝を選んでるのがやり込んでるのがわかるね。ただの S 評価ではなくて、カプリコーン杯向けに仕上げてきてる。ガチ勢よな。賢さ4枚。その手があったか。SSR 北さんだけが貫突って親近感しかない。これが課金ではなくすり抜けと結晶と交換券を使っての貫突ならさらに押す。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白ウマ娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。